はい、今回の動画はワードで別のファイルの文章を素早く挿入するちょっとした、便利技をご紹介します。で、ワードで以前作成した別のファイルの文章を今作成している文章の中に挿入したいといった場合に、一番一般的なやり方としては、その別のワードのファイルを開いて、でその文章をコピーをして、で挿入したい方の文章にペーストするってやり方が一般的だと思うんですけども、わざわざその別のワードのファイルを開かなくてもこの挿入したい現在のこのワードのファイルの方から素早く挿入することができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、まずはその挿入したい位置にカーソルを置いてある状態で、この上の挿入タブをクリックします。で、次にこの中のこのテキストというグループのところに、このオブジェクトという項目がありますんで、この右側のこの矢印のところこちらをクリックをしてください。はい、そうするとこの中にこのテキストをファイルから挿入という項目がありますんで、こちらをクリックします。はい、そうするとこのファイルの挿入のウィンドウが開きますんで、その文章を挿入したいファイルを選択をして、挿入ボタンをクリックをしてください。はい、そうするとこういった形で今選択したファイルの文章を素早く今開いているこの文章の方に挿入することができますんで、いちいちファイルを開いてコピー&ペーストするよりも、はるかに素早く別のワードのファイルの文章を挿入することができると思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。